ダラコちゃんが加わります。はい、3日目やっていきましょう。急に始まった。これどんどん増えていくのか。はい、まずは朝の体操からね。素晴らしい。あ、朝じゃないか、今日か。このダンスだね。めっちゃ短いし、しかも白何もしてね。絶対これ白は違うやつや。ではいただきます。絶対違う白や。いただきます。今日の朝ごはんも美味しそうやね。さてと、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。今日こそヤマメを釣り上げたい。よし、掲示板見よう、とりあえず。ヨヨコおばちゃん。うん。しんちゃん。ヤマメ。え？うん。あ、それか。あそこのスーパーにあるのかも。もしかしたら。スーパーにヤマメ売ってるかも。見てなかったけど。はい。はい。もう麻生山には行ってみた。言ってないです。これだけの話だけど、春日部ってどこにあるの？埼玉県。で、はい。夜お話を聞きに来てくれてありがとう。しんちゃんはどんなお話が好き？あ、アクション仮面。はい、ちょっと白の評価にしようか。そう、もともと犬がいたってことだよね。犬小屋があるってことは。お、ガハハハハハハ。タラコちゃん、この辺りぐるぐる走って走って回ってきたら目が回るし、お腹が空くし、これって多分洗濯機とか地球の自転と同じことだよね。特にタラコの偉大さを感じてちょうど。わけわからん。こっちで、あれスープパーどこやったっけ、普通に忘れてないけど。こっちで、え、じゃあ、こっちは、回ってくるだけや。体力気をつけんと。これできるだけ歩いた方がいいか。こっちか。おら、いないね。ダンシングジロー。で、こっちで、オッケー。ここでヤマメ。ヘイ、いらっしゃい。今日はどんな用事？ヤマメ、ない。なんだ、つまんないの？うん。いや、ないか。しんのすけ。お、ここに俺持ってるんじゃない？うらら、これに。オッケー。サンキュー。よし、お小遣いゲット。20円。いただきまんむす。よし。これで30円ね。あとは水なの？オッケー。まあ、日記は後でいいわ。で、忍法カレーの掲示板見ていく。人参を3本。熟トマトに。何何？うん。これらも手食ってくれたらお小遣いを渡すでござる。うん。これ、人参、確か、こっち売ってたよね。ヘイ、いらっしゃ、これでいい？ちゃう。やめ、チョコ見たか。ほら。これでいい？人参を、3個。これでいい？これでいい？よし。オッケー。マイドリー。オッケー。これで40円手に入るってことか。うん。ここ。はい。ありえない。何か。うららこれにするぞ。人参。かたじけない。よし。これで40円。いただきまんむす。よきあんばい。うん。で、熟トマトね。よし。こっちはまだいけないか。遺跡と書いてある。まだやね。
美味しい。さあ、多分あっち側に山とかあるのかな。とりあえずこれ捕まえて、あれこっちもしかしたらいける？ここいけるやん。知らんかった。ここやじゃあ。よし、じゃあ釣りできる。待って。ここ。よし。虫ゲット。ここやん。よし、釣りしよう。魚釣りのご案内。極意その1。竿を投げたらしばらく待つ。水面等々に注意して、魚が食いついたら A ボタン。まあ、これは集まりシステムと多分同じでしょう。沈んだらあげるってことね、多分。これ見えづらいな。OK。食いつけ。いけ。いけ。まだか。あれ。リールザオ。こっち使ってみようか。川釣りでこんないるか。まあいいけど。やり方間違ってる。手竿の方がいい。ちょっともう一回チャレンジしてみるけど。沈んで。こうか。オッケーオッケー。いや、わかりづらこれ。山。ちょっとやったら違う。これ分かりづらいです。あ、もうお魚いないか。オッケーオッケー。いや、これ分かりづらい。もういけると。新しく見つけたわ。あ、で、中庭に戻ってくると。オッケーオッケー。もう一回釣りしたい。釣り。いや、マジで、見えんって見え。どうやって見んの？オッケーオッケー。なんかしなきゃいけたか。これは？多分違う。絵日記やってみる。偉大なら、稲カマキ。ナマズ、違うよね。油棒って、違う。くっそ、ヤマメが。釣り、できないか。これは？ここにか。待ってるわ。これ、こっちは？ここは無理か。これは？開ける。どうやら扉が開きません。どうすればいいのかな。うん、あれ魚、あれか魚か。はい、今度こそヤマメ頼むぞ。ちょ、魚釣りの基準が分かんないけど、しっかり見とかんと。ちょ、わからん。ちょ、もう一回。これ、沈んだタイミング。はい。よくわからん。お、これ山じゃない？山ゲット。うん。よし。山ゲット。報告しに行こう。はい。オッケー。ヤマメ。こっちで。こっち。ページバンド。
これとりあえず何を、うん、掲示板ちょっと操作こっち OK よーし、これゾンビ来るする山目、これで10円ゲット。おや、お伝えちゃんとできたね。よし。いただきマンモス。でもお使いのために危ないとこ行っちゃダメだからね。はい。オッケー。だから次はあのスーパーどこへ。おやおや。うん。ここに歯医者さんの看板が。鹿山市か。しんのすけは歯医者さんが大嫌い。多分ここ来てない。怖くてここを通れない。あ、あ通れない。おや。うん。無理か。まあいい。じゃあ体力もらい。はい。とりあえず家の前で倒れて。もう元気。よし。もう一回あの掲示板見に行こう。じゃあ。確か熟、あ。夕方や。まずい。早くしないと。あら。うん。こっちやね。ダンシングジロ。話しかけとこう。うん。俺はあの、カンタムロボが好きなんだ。ウルタロ、真似するんだよな。うん。ちょ、掲示板。で、ここも多分、階段あるから、下がれる。こっちで。あ、あれか。オッスン、元気そう。で、何をしに来たの？あった。これや。これでいい？ちょっと待って。2個。これでいい？よーし。じゃあ、ま、バイビー。バイビーって、久しぶりに聞いた。お。水菜ね。水菜ないんだよね、まだ。よし、これでカレー。はい。ありえない。熟トマト。オッケー。よし、これでスタンプカードも貯まったし、100円もらえるじゃん。うん。ボーナス。オッケー。じゃあ、ひなやま食堂戻るか。あ、白。うら、白に迎えに来てもらったけど、白はどうやってここまで来たんだ？そう。なんで女かしらわかんない。怖いよ。あれ。いただきます。今日はあれか。いただきます。なんかどんどん、コントロール落ちた。どんどん速くなっていってる気がするね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うん。オッケー、これで3日目終わりか。夜は外に出ちゃダメよ。はい。それにしても今日は暑かったわね。今からみんなで夕涼みに行こうか。夕涼みって何？うん。夕方とか夜に外に出かけて涼しくなることや。ここは星がたくさん見えていいな。カスカベじゃ、こうはいかない。もんな。しかし、この幸せな時間は長くは続きませんでした。
夕涼みに見ていたしんのすけたちは満月の光に照らされた巨大生物を目撃したのです。普通に恐竜いるけど。お、なんだあれは。大きな影、大きな足音。うぅ、助けてアクション仮面。なになに、怪獣。しかも前の博士いるよ。母ちゃんの体重は、うん、60キロだぞ。お、重い。そんなにないわよ。怪獣じゃなくて怪獣。巨大怪獣だ。その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは、そう、駅で謎のカメラをくれたあの怪しい男なのでした。ごめん、カメラあんま使ってねえわ、よく考えたら。あのおじさん。我が名は悪の博士、発明家であり、そして史上最強のマッドサイエンティストなのだ。何それ、自分で言うことかしら。自分で言わずに誰が言う。我が輩が連れてきたのは怪獣ではない、白亜紀の恐竜だ。あれ、うん、関係あんのか。ついに遺跡じゃなくてタイムマシンを発明した。化石と。これで世間の連中もこの才能を無視するわけにはいかないだろう、うん、これでタイムリープしたりするのかね。絶空。俺の怪獣。絶空な赤い。大きくしてほしいぞ。怖がれ。恐怖におののけ。巨大な力の前にひれ伏すのだ。巨大生物現る。なるほど。みんな止まってるけど。大丈夫。恐竜に話しかけたけど無理か。みんなに話しかけよう。どやー、みんな驚いてる。やー、うん、キネちゃんとカズマくんが何も気にしてないけど、ちょっと捕まえよう。オッケー。はい、ミサイは、もうほっとこう。しろ。大丈夫か。一応お前に話しかけとこう。お、あ、ここじゃないよ。隣の家切るかと思った。一応話聞いてこう。ん、知ってるかい、ここは古代九州が治めていた一族が作った町なんだ。だからとってもすごいと。この町にはいろんな人がいるのよ。ここだけの話だけど、キャップさんって知ってる？なぜ？一応聞きと。わがままな彼はいつも一人ぼっちです。全然わからんけど。面倒を見てくれる友達なんてどこにも全くいるわけない。もうそろそろいいんじゃない？背中のおできは治りません。絶対わかってない。これ。辛い日々が続きます、うん、まあいい。これ、いけ。よし、やっとセミ、やっとセミゲット。ジャンプ。釣り、釣りしたい。お、いけるか。ちょっと待って。これ秋葉八丁。俺は？ちょ、遠近感が全然わからん。光ってない？これ。光ってるよね。ちょ、おい、おい、おい。何やそれ。まあ、ちょっと戻ろう。あ、なんかある。オッケー、水な。まだ。イエーイ。
よし、水だ。これで、あと二つかな。オッケー。まだみんな、リアクション取ってんの。もしかして。だ。まだやってんのか。あれは？キャップは？キャップ。キャップ飲んでる。飲んでる。ちょっと、大変やで。恐竜が出てきて。酔っ払っちゃったかも。うん。おっと、これ失礼。なかなかの記事だ。お、素晴らしい。いろいろ、多分星がレア度ってことなのかな。うん、新契約数は188人。ありがとうございます。よし、一気に泣くもらえたわ。新之助記者、よろしくお願いしますね。これでチョコミン帰るかもね。オッケー、ヘネキカイド。で、カンタムロゴ見つけて、怪獣見つけて、モンシロチョウ。で、アブラゼミ。ようやくゲット。で、水だね。目標達成、お小遣い合計300円。よーし。一応戻るか。ステゴサウルスでした。しんのすけはそろそろ眠くなってきたようです。じゃあ今日は終わりかな。よし、3日目。おとなしく寝るのよ。おやすみなさい。結構進展したね。ヤマメも釣れたし、なんか怪獣みたいな出てきたし、4日目楽しみやね。さあ、どうなっていくか。OK。じゃあ、今回これで終わりたいと思います。次回4日目かな？でお会いしましょう。